ドリフトをする上での3大要素、ステアリングワーク、ペダルワーク、シフトワーク。ここをかっちょよく決めれば、助手席の女子は君にキュンキュン間違いなし。見せるドリフトを目指す君へ送るモテるドリフト術。その講師はその道のプロ、谷口信太郎。そうそう、始めますよ。谷口直伝モテドリ。はい、今回の企画はですね、まあ、かなり、初心者向けというかビギナー向けのですね、テクニック講座をやりたいと思います。ステアリングワーク、まずはステアリングワークから。基本的には、切り込む時は押しますよね。そしてカウンターステアの時にはこう引くんですが、こうバタ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 って回すんではなくて、切り込んだ後にこう回して、今度はこっち側にこう回してっていうベストキットみたいな感じですが、初心者にありがちなシュルシュルハンドル、切り込んだ切り込んだら手をパッと離してハンドルがくるくるくるって回るのをこう握ったり離したりしてる、まあ、ビギナーではしょうがないんですけれども、上手い人には見えない。シュルシュルハンドルを卒業して自分でこうね、なんとなくこう回す、なんとなく回してればいいんじゃないですか。その方がモテると思います。ドリフトをした際のステアリングワークなんですけれども、こうシュルシュルハンドルをせずにですね、まあ、自分で回してほしいんですが、この車でできるんだろうか。こういうふうにですね、まあ、ちょっと分かりにくいね、この車じゃ。こうカウンターはこう、分かりました？こちら側添えておいて、こちら引き手でカウンターを当てていく。でブレーキしてケツを出します。でカウンターはこういうふうに左手を添えておいて右に回していく。逆もそう、逆の場合は右手をこの辺に添えておいてこう回していくというふうにできると上手な感じに見えると思います。シュルシュルハンドルはやっぱね、危ない。俺シュルシュル怖くてできない。ここからこうシュルシュルってね、こう手をこう滑らせてやる走り方があるんですが、これはねとてもなんかこうまだ初心者な感じ丸出しで上手そうには見えないので、ぜひとも自分でこう回すようにしてください。あまりにも馬力が足らずドリフトできなかったので、 D1 マシンでステアリングワークをおさらい。決してセルフステアに頼らず自らの手でステアリングを送る谷口。こうすることで見た目がかっこよくなるだけでなく、マシンの挙動を文字通り自らの支柱に収めることができるのだ。シフトワーク。続いてはシフトワーク。ちゃんとミッションとはお友達にならないとダメです。これが俺だっていう風にやっちゃダメなんです。ちゃんとミッションとは仲良くですね、優しくこうしっとりとですねやってあげてください。そうするときっといいとこに入ります。シフトワークはですね、基本的にはグッと握らない、こう優しくこうね押したり引いたりしてあげる。シフトは早くやればいいってもんじゃない。ちゃんとこうシンクロの案内に従って行きたいところに入れてあげると、この優しくやりつつも素早くできるとなお良い。だからね、どちらかというとこの手の変える速度よりもですね、クラッチを切ってる時間を短めにするってところが肝かな。これ2速から3速、2速、
2速から3速、4速だからクラッチを切ってる時間が長いと格好悪い運転になります。なのでシフトワークの速さをパーンとやってると、むしろ、街乗りとかだと横にもし女の子乗ってたら、この人何そんなに急いでシフトしてんのっていう風になるので、それよりはですね、さっと変えて、あまりこのシフトショックを出さない。こう見て分かるようにアクセルを揺れたり抜いたりで、こうシフトミッションがこう触れてるわけですよ。この触れ分こうシフトを一生懸命変えようとした時に、こっちのゲートの位置も若干ずれるのでね、シフトミスってこともあり得るので、なのでこう一旦この向こう側とこっち側との間のところで少し待ってあげて入れてあげるぐらいの余裕がですねありつつ、素早くできると上手い人です。メダルは最後はペダルワーク。ギアをですね、4速から3速、3速から2速で落とすときに、そのままクラッチ切ってコンッとあのギアを入れてクラッチでパンと離すと、こうガクガクとして、多分隣で、女の子がねソフトクリームを食べてたらベチョッとこうなっちゃうこと間違いないので、そこをですねスムーズにこうショックのないようにですね、スムーズなこう回転の合わせと、スムーズな減速をするためにですね、このヒール&トーというブレーキをつま先で踏みながら、この足の横でアクセルを煽って変速ショックをなくすという意外と難しいことです。でもこれがスムーズにできているとモテると思います。さあそれでは、ペダルワークですが、ペダルワークはですね、先ほどちょっとお伝えしたこのシフトワークの中にもちょっと通じるんですが、なるべくねクラッチを切ってる時間は短めにした方がいいと思われます。っていうのはですね、クラッチを切ってると回転はこう下がっていくので、次につないだらこうガーンってこうショックが出ちゃうんですよね。だってギアをねこう変えた時もそう、まあアップはいいですけど、ダウンがねこうシフトダウンをした時に回転を少しこうアクセルで煽っていて繋がないと、こうねそのまま繋ぐとキュ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 ってこうシフトショックが出てしまうんですね。減速ショックがね、ショックを出さないようにブンとこう回転を貯めておいてクラッチを繋ぐと。ヒール&トーっていう技がありますが、まあ、例えば2速からこう3速上げますね。であそこでブレーキを踏んで、ここで回転を上げてギアを落とすと。そうすることによってですね、シフトをダウンした時のショックが少なくて実にスムーズです。シフトアップを曲がって、ここでブレーキ踏みながら減速シフト回転を貯めながらシフトダウン、ブレーキ踏みながら、ふかしながらつなぐ、このね足もあるし手もあるしでね、なかなかこれは難しいテクニックです。その難しいテクニックの分、これがちゃんとできてると上手い人に見えます。でその際に注意事項なんですが、このねアクセルをふかすことに意識が取られすぎて、あのブレーキがねおろそかになる方がいるんですよ。このブレーキちゃんと減速することがどうしてもやっぱり一番主なので、ちゃんと車速を落とすことに集中しつつ、もう無意識のうちにこの足のかかと側というか、まあ、かかとじゃないんですけど、実際はこの足の横の方がですねブーンと吹かしてくれる、減速 G はちゃんとグッとこう出しつつもブーンと軽く吹かしてくれるようなですね、
動きを体が勝手にやってくれるようになるぐらいですね練習しましょう。これはね別に速度が必要なわけでもないしサーキットが必要なわけでもないしマニュアルミッションの車があればいつどこででも練習できるのでぜひですねあちこちで、練習してください。別に減速時じゃなくてもこの辺でギア落とす時でもこうブンとこう吹かしてね落とす練習から始めたらいいと思います。ここで一速落とす時も吹かしてから落とす。ブレーキは触ってませんが、ブレーキ踏んでやる場合と、そのまんまブレーキ踏まずにやる場合でもとにかくギアを落とすイコール回転をちょっとブンと吹かしておいてギアを落としてつないであげるということをですね体に染み込ませてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ何事もですねこの基本というか基礎が大事なんです。激しくドリフトするのもテクニックですけれども普通に街中だったりとか、サーキットを普通に走るだけでもですね回転を合わすとかシフトショックがないとかそういうところがねやはりこうさりげなくこう上手い人の見せ所ですからもう一度ですね皆さんもその基本をですね、見直してですねそこを意識しながら運転してみてはいかがでしょうか。そうすればモテますよ。